君がいなくなってからどれくらいするのかな。なぜか、なぜかわからないけど、あれから一回も泣けなかった。兄弟みたいに仲が良かったのに、一回もいなくて寂しいとも思えなかった。空中に消えて君が一切存在しなかったように、卑怯だよね。君の声を忘れたくない。小さい頃、お母さんに千羽鶴を折ったら願いが叶えると学んだ。私にはそんなに鶴を折ることができるのだろう。でも今回はね、願いがあるんだ。どこにいても君が幸せにいるように。26枚か、全然足りないじゃん。1枚折って君を思い出す。幼い頃、折り紙が大好きだった。小さくて四角い紙からいろんなものを作れるから。折り紙で学んだことは、綺麗なものを生み出すには一方ずつ丁寧に作らないといけない。なぜなら、一枚ずつの折り紙は大きな千羽鶴の大事な一部だからだ。折るほど手が動きに慣れてくる。まるで座禅をしてる気持ちだ。音楽聴いて映画を見ながらできるものなのに、頭の中は沈黙。
季節は変わる。髪の毛も結構伸びた。それでまだまだ折り紙をカバンの中に持ち歩いている。折るたびに君のことを考えてしまう。最近どう？何しているの？そして忘れたかったものを思い出してしまう。こんなに頑張っても意味があるのかな。もう諦めちゃえばいいと何度も思った。私みたいな人の願いなど君に届いてもどうでもいいんだろうな。でも始まったことは今回きっちりと終わらせると決めたんだ。そして願いも変わった。幸せになりたい。
今までありがとう。お疲れ。Thank you.